というわけで今日はあのミスタードーナツに来ました。なんでもねこの食べ放題ができるということでちょっと今日はねあの食べ放題をね挑戦しようかなと思うんですけども、まあ場所によってねその値段っていうのが全然変わって値段というかその設定がね変わってくるんですけども、ドーナツとドリンクがこの食べ放題飲み放題ということで60分で、まあ、ここのお店なんですけどもそのドーナツを3つ頼んで食べてまた注文できるっていう、一気にめちゃめちゃ注文できるわけじゃなくてなんか食べてからまたっていうことですね。はい、というわけで早速ねちょっと注文してみようかなと思います。165円以下のドーナツが対象ドーナツとなっております。はい、で対象外のドーナツとドリンクなんですがシェイクとカフェパイ、ありがとうございます。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらからフォローよろしくお願いします。はい、こちらがねあの食べ放題のあれになります。ドーナツは1回の注文につき3個までお選べいただけます。ドリンクカップはまたはグラスとの交換になります。レジにてご注文ください。ご利用時間は60分間です。お帰りの際はこのカードを店員に返却くださいということで今日はこんな感じになってます。ちょっと早速ねいただこうかはい、こちらからここからは実況付きで進めていこうかなと思います。というわけでこちらミスタードーナツではすごい人気の高いドーナツですよね。最初はもうメロリーとねいきますよね。でもやはりね、こうやって飲みながら食べないと先に進めないんですよね。ちょっとね、お見苦しい感じで食べておりますけども、なんか、元を取ってやろうというせこい気持ちがね、先走って、かなりね、早く食べてますけど、もう味わう以前に、大食いのような、感じていただいておりますけども完食いたしました。続いてはね再びこちらです。こちらね注文しました。もうこんだけでねもう600超えなんですよね。でもこういう感じのレシートになってます。試食と、それではいただきます。こちら、ね、マーブルチョコレートかな、うん、珍しいね、やっぱこれバレンタイン近いんで、まあ、そういうね感じのものも増えてきております。結構ね、2ターン目からやはりちょっときつくなってくるというかやっぱお腹膨れますね。まあ甘いものはね別腹というんですけどこういうものになっちゃうとちょっと違うかなと。ドリンクなんですけども基本的にコーラとかメロンジュース、コーヒーほとんどがね無料というか飲み放題なんですよね。ただそのタピオカ系とかそっち系はまた別料金かかっちゃうと、いうことになっております。はい、いう感じでこんな感じでねいろいろ注文できて、このボール系はもう1個に相当することで相当するらしくて、でこれもう 3個でボール頼んだらもうそれで注文終わっちゃうということになってます。そして3ターン目開始でございます。もうねここまで来たらもうお腹いっぱいでねなかなか前に進まないんですけどもゆっくり食べていきますね。この3ターン目になるまで20分ぐらい時間かかりましたからね。もう残りどれぐらいかな、あと20分ぐらいな感じで、結構ねパン系というかこういうのはお腹膨れますね。もう本当に美味しいですよ。全然美味しいんですけどやはりお腹がいっ
ぱいでね、こんな感じになっちゃいましたけど、まあ今日はこんな感じで終わろうかなと思います。ごちそうさまでした。ありがとうございました。というわけでね、ご視聴お疲れ様でした。今回はミスタードーナツさんの食べ放題コース、ドーナツビュッフェをね、利用させていただきました。この60分の中でいただくわけですけども、やはりね、3個食べた頃からちょっとお腹がね、膨れてくるというか、満足な感じになってきますね。だいたいね、どれぐらいかな、9個ぐらいですね。まあ十分ね、価格的には元を取れたかなと思いますね。でもまあなんかもっと食べたかったなっていう気持ちはあるんですけども、こちらのね、ドーナツビュッフェ、もうこれショップによってね、全く内容というか、その予約が必要とか、事前予約ですねとか、その内容ね、価格帯というか、これがない、これがついてない、このやつはダメとか、いろいろ制限があるんで、事前に調べていただけたらなと思います。調べ方なんですけども、インターネットでこの検索、ミスタードーナツ食べ放題と検索していただければ、いろいろ出てくるんですよね。でその中で自分が どちらのお店にしようかなとか、まあ、当然その予約がいらないお店もあります。で岡山県内なんですけど、今のところそのやってる場所がないということで、まあ、近場だと福山、香川のあたりが、いいかなと思います。まあ、岡山の YouTuber さんもなんか兵庫県の方で、やられてたようですけども、まあ、その時のタイミングで行ってみてください。というわけでご視聴ありがとうございました。失礼いたします。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。